はい、皆さんこんにちは。以前、雑談という形で青いアブのお話をしました。あのような Q&A だとか鑑定談だとか裏話だとかみたいにテーマに属さない雑談みたいな動画でも結構多くの再生数をいただき、コメントもたくさんいただいて好評だなと思いましたので、またどこにも属さない雑談みたいなお話をしたいなというふうに思います。今回のテーマとしては大魚釣りに関する勘違いについてお話ししたいと思います。まず一つ目にお話ししたいのは、以前雷魚釣りに使っていたアブリールの粘式についてです。よくお店で久しぶりに雷魚釣りをしたいので昔使っていたリールを引っ張り出してきましたとか、前に使っていたこれアブなんですけども雷魚釣り使いますかねみたいな感じでご相談を受けるというケースがあります。その中でここの部分の調子が悪いんですけどパーツに互換性はありますかとか、ここは音がするんですけど何が悪いんですかねみたいな、そのようにお話をされます。基本的にフットナンバーを見なくてもシルバーのくすみ具合とか山形カップとかなら書体とかでだいたい年式がわかるので、もしそれらがオリム時代のものとかだと合わないのでその旨をご説明させていただいたりします。ちなみに互換性がないアブリールにつきましては過去にアップしているのでご覧ください。動画説明欄にリンクを貼っておきます。ただこれが日本で取り扱った過去がない並行品だったりとか、その方が気遅れない状態でパーツを交換してしまっていてちょっと見た目が変わっているというふうになってくると見ただけではわからないというケースもあります。さらにオールドでシャフトが寸胴になっているモデルはいわゆる1034の K のボールベアリングでも合わなかったりしますので、オリム時代よりももっと前のオールドの場合もその年式がいつなのかというのを把握する必要というのがあります。その場合にお客様にこのリールっていうのはいつぐらいに買ったものですかとか、いつぐらいに使っていたものですかというご質問をします。ここでオリム時代のものとかオールドを使っていらっしゃる年代のお客様というのはその年代というのをしっかり把握しずに勘違いしているというケースがよく見られます。具体的な例を挙げると、まあ20年ぐらい前かなみたいな、そのようなお答えをいただくんですけども、この動画を撮影している2021年から20年前っていうともうすでに2001年とか2000年とかなんですよね。でちなみに恵比寿時代とかの一番最後の年の89年のものとかでももうすでに32年とか経ってるわけですね。これがもうちょっと新しい年式のもので90年代前半といってももう26、7、8年という年月が経っているわけです。オールドの分岐点とされている79年とか81、2年とかになってくるともう40年以上経っているわけです。本当に時の流れというのは早いので皆さんそこら辺が麻痺しているんですよね。ですから先ほどお話ししたみたいに、まあ、20年ぐらい前ですかねっておっしゃってる方が実はもう50代だったりとか私がこれ私高校生ぐらいの時だったからまあ15、6年前かなとか、まあ、20年ぐらい前かなみたいな話してる方がもう実は40代後半だったりとかするわけですね。ですからそれも30年前ですよとかそれ40年前ですよみたいなというそういうようなお話をする感じで、時間が経つのがすごい早いので時の流れというのを勘違いされているというお客様が結構いらっしゃいます。特にしばらく釣りをしてなくてまた戻ってきたっていう風になってくると、その業界とかアブの年代とかというのをリアルタイムでずっと見続けてきたわけじゃないですから、このような勘違いが起こるというわけですね。ちなみに2016年にタイのシゲさんと再会した時に、あ、シゲさんお久しぶりですね、もう15、6年ぶりぐらいですねっていうお話をした時にシゲさんが、もうそんな経つんですかっていうふうに驚かれていました。タイランドみたいに四季がない国だと余計に時間の経過というのが麻痺するみたいです。そのような感じで40代50代60代っていうふうになってくるとこの10年とか20年とかのスパンというのを勘違いされている方が多いなというふうに感じております。次にお話ししたい勘違いとしては、雷魚という魚は暑くなればなるほど元気になるというふうな考え方についてです。Q&A とか世界雷魚機構とかで何回もお話ししてるんですけども、カムルチーというのはニシキヘビみたいな模様であんな顔をしてますけども基本的には北方系の魚です。
英語ではノーザンスネークヘッドというふうに呼ばれていますし、ロシアや北朝鮮の方とかそちらの方にも住んでいます。反対に東南アジアとかあまり暑すぎる方にはほとんど生息していません。それに冬眠する能力があるということからも分かるように、寒いところに適応した体をしています。日本国内でも暖かい地方とかより四季がはっきりした地方の方に来魚主体というのが集中しているという印象があると思います。ただイメージとして、あのニシキヘビみたいな体や模様とかヘビーカバーが生い茂った中でゲームをしている、その醍醐味があるみたい、そのようなイメージがあるので、どうしても暑ければ暑いほど元気になってくるという誤解をしている方っていうのが多いなというふうに感じています。ですから釣りとして調子がいい時というのは、ずっと晴れている状態が続いていて、いきなり雨が降ってくる前とか雨が降った後だとか、あとは本当に暑くなってくると夕まずめと朝まずめにアタックが集中したりとかします。季節としても完全に暑くなる真夏よりも初夏や春先の方が調子が良かったり、秋口にアタックが多くなったりとかします。それなのにさっきにお話ししたみたいな誤解があるために、何日も猛暑日が続いた中でずっと釣りをしていて、でお店に来て、なんか調子が悪いですねとか、魚が全然浮かんでませんねみたいな、そのような会話をされる方が結構いらっしゃいます。特に海群というのはカバーが少なくて、護岸されたコンクリートエリアのところとかに雷魚がいるので、本当に照り返しとかでものすごい水温も上がったりしてて、そういう時に頑張ってこう探し回って、全然魚見ませんねみたい、元気ないですねみたい、そのような会話があったりします。ただ誤解を与える要因というのは、このイメージだけではなくて、実際に暑い時に背びれをかなり水面まで出して、すごい元気で風が高い個体がいたりします。これは暑い日が続いたりした状態というわけではなくて、四季がはっきりしているシーズンにリズムが合った個体が元気になっているというだけで、猛暑日がずっと続いている時に元気というわけではないわけです。さらに SNS とかで一番暑い時期に結構釣れてますよみたいな投稿を見て勘違いされてしまう方々もいらっしゃると思いますけども、あれは例えば街中のオープンウォーターの場合に、建物なので影になったところがあって、他のところは暑くてそこだけ影になっているので、ポッパーで誘ってそれで釣りましたとか、ヘビーカバーになっていて他の水温は暑いのにカバーで影になっている部分でちょっと風が上がっている部分とかを狙って釣っているような、そのような感じで、その時々の季節に合わせて攻略して釣っているわけであって、全体的にどこに行ってもこの暑い時期というのは魚がいっぱいいて風が高いですよみたいな、そのような状態じゃないというのが正解だったりします。40度近い真夏日が数日続いてどこに行っても元気がいい、そんな状態はないですし、逆に調子がいいのは晴れていて雨が降ったり、雨が続いていて晴れが急に来たりみたいな感じで、雷魚という魚は変化が好きということや、基本的に北方系の魚であるという知識があると、そのような誤解が生まれなくなると思います。最後に紹介する勘違いは、スナックプルーフキャストフロックに合うフックについてです。以前 Q&A で海外製フロックに合うフックという動画で、スカムフロックやマンズフロック、そしてスナックプルーフキャストフロックについて紹介しました。その中でウィップラッシュファクトリーさんのデッドスティング 50S や 50X を紹介していませんでしたが、実は結構ぴったりだったりします。スナックプルーフキャストフロッグは足を切ってチューニングすると、小型なのでヘビーカバーよりオープンエリアで使うというイメージがあり、ヘビーカバー用にかなり眠りが入っていたデッドスティング2の印象で、スナックプルーフキャストフロッグには合わないと私自身が思い込んで勘違いしていましたが、デッドスティング3になると I の部分が上に曲がっていて、これによりフックポイントが水平になり、実際に合わせてみるとかなりぴったりでした。以前の Q&A ではロデオクラフトさんのハニカムフック 3.5 サイズがぴったりだというお話をしましたが、おそらく意図したものではないと思います。スナックプルーフエクストリームフロックにハニカムフックの 50 サイズが合うというのも偶然だとグリーンダイヤモンドさんに確認しています。
そう考えると釣りでテストしたりフッキングの良さなどを何かに挟んだりして実験したりして理想のボディ形状とかゲーブの高さとかをトライアンドエラーを繰り返して作り出すと最後には名作と言われているルアー同士で同じような高さに収束されていくんだなっていうことが分かりました。オープンからライトカバーで使うフロッグとヘビーカバーで使うフロッグではファーストコンタクトのフックの角度のベストが違うので針先の角度は変わってきますがボディの高さにフィットするという部分では合うということがかなり勉強になりました。こんな感じでライギョ釣りに関する勘違いについてお話ししてみました。同じライギョ釣りというテーマでもタックルのこと、生態のこと、ルアーのことみたいな感じでいろいろなことがあってやっていることは単純で限られたことをやっているんだけど奥が深いなというふうに改めて感じました。ということで今回の内容が面白いなと思っていただいた方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。このような感じでたまにどのコーナーにも属さない雑談みたいなお話をしていこうと思っておりますのでチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。こちらを押してください。